こんにちは。伝統工芸士の小岩井龍馬です。長野県上田市の伝統織物、上田紬の作り手をしてます。というわけで、この度、伝統工芸士龍馬チャンネルが、めでたくチャンネル登録者数5000人を突破いたしました。ありがとうございます。5000人です。いやー、これもね、本当に一重にね、動画をご覧くださってる皆様のおかげです。いつも動画をご覧くださり、ありがとうございます。それにしても5000人。なんていうかね、やっぱ5000っていうね、5っていうね、響きがいいですよね。まあ、僕、5月5日生まれなんで、結構5っていうね、数字がね、好きなんですよね、個人的にもね。だからまあ5000っていう数字もね、なんか一つのまあ節目と言いますかね、まあ達成できて嬉しいです。で、一応5000人って全部の YouTube のね、中で 5% らしいんですよ。全体のね、YouTube をされてる中の。だからそういう意味でもね、ちょっとね、ああやってきてよかったなっていう気はしますね。で、あの4000人がね、去年の12月に達成したので、約9ヶ月で達成することができました。僕が始めたのが、YouTube 始めたのが、2020年のほんと初めぐらいからですね。で、1000人達成してから結構、2000、3000とは結構ね、まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらいでね、達成できたんですけど、やっぱりなんかだんだんとね、YouTube を始める方も、まあ、こういう状況でね、おうち時間が長いってことで、まあ、芸能人の方とか、増えてきて、それで、伸びづらくなってきているんですけれども、まあ、そんな中でもね、こうしてね、まあ、5000人をね、達成することができたのも、本当にね、ありがたいと思ってます。で、まあ、5000人達成して、まあ、感想ですけれども、まあ、もうね、なんていうかね、まあ、本当に素直に嬉しいっていうのもありますし、そうですね、あとは本当にもう、なんだろうな、1000人達成するまでは結構ね、1000人目指して頑張ってたんですけれども、だんだんとね、もう1000人達成してからは、まあ、そこまでその登録者数がここ目指してっていう感じではなくなってきているのでね、まあ、もちろん2000人3000人とね、節目の数に近づいていった時には、まあ、ちょっとね、もうちょっとで2000人だ3000人だみたいな、まあ、5000人だみたいな感じで、まあ、頑張ろうみたいな気持ちになるんですけれども、まあ、ただ本当にね、まあ、登録者数これぐらいいきたいとか、そういうのはだんだんね、まあ、なくなってきているかなって感じはしますね。まあ、欲を言えばね、1万人ね、行ってみたいなっていう気持ちはありますけれども、これは本当にね、そこを目指していくっていうのはなかなか、まあ仕事をしながらでね、YouTube もやりながらっていうのはなかなか、難しいかなっていうか、ところがあると思うんで、動画を継続してこれからもね、上げていけば、まあいずれ、まあゆっくりなペースでありつつも、まあ近づいていくのでね、まあ一歩一歩確実にやっていこうかなっていうふうに思ってます。で、あと、4000人達成した時の、まあ、動画も撮ってるんですけれども、その時にね、まあ、今後の目標とか、展望とかっていうのをね、お話しさせていただきまして、その時は、コラボもいろいろやっていきたいっていうことで、目標というか、立てたんですけれども、ちょっと振り返ってみると、達成できてるかなっていうふうに思います。春にね、同じ着物系 YouTuber の、神奈川県平塚市の、だるま屋京染め6代目のね、八木さんともね、まあ、コラボできましたし、展示会にも呼んでいただきましたしね、あと、結城紬のね、織元の北村亮さんともね、トーク対談させていただいたりとか、あと最近で言うと、まあ、京都のね、西陣織の伝統工芸士の佐々木さんと小倉さん、ポンコツラジオっていうね、YouTube チャンネルを、まあ、二人でやられてますけれども、まあ、その二人ともね、まあ、コラボできて、着物警察にもね、出演していただけたりして、だから、結構ね、4000から5000の変わり目のね、9ヶ月か。で、結構本当、いろいろ YouTube 活動というか、いろんなコラボできてよかったなというふうに思います。で、5000人達成しまして、まあ、ここからのね、まあ、展望というか、目標ですけれども、まあ、今後もね、コラボは積極的にね、やっていきたいと思ってます。もちろん YouTube をされてる方もそうですし、あと YouTube をね、していない、まあ、着物関係のね、業界関係者の方ともね、いろいろとね、お話を聞いたりとか、あと、呉服屋さんだったら呉服屋さんお店に伺ったりとか、そういったところもいろいろやっていきたいなというふうに思ってます。で、あと、ライブ配信。定期的なライブ配信もスタートさせたいと思ってます。区切りのいいところで、10月からね、スタートしたいなっていうふうに思ってます。で、曜日なんですけれども、結構ね、ライブ配信されてる着物系 YouTuber の方も増えてきてまして、で、まあ、あんまりそういうね、ライブ配信されてる方とのバッティングしてもね、あれかなと思うんで、で、いろいろ考えてはいるんですけれども、まあ、第一候補としましては、日曜日
の夜8時半ぐらいからですかね、ちょっと1時間ぐらいを考えてます。それが第一候補。第二候補が水曜日の8時半から9時半ぐらいまで。水曜日ってだるま屋京染め6代目のね、八木さんがライブ配信毎週されてるんですけれども、八木さん大体9時半ぐらいからねスタートされてるんで、まあ、その前、8時半から9時半ぐらいまでっていう形でねやれば、まあ、バッティングはしないかなと思うんで、まあ、それもちょっと第二候補で考えてます。あと第三候補は木曜日の夜ですね、9時からとかね、日水木のどれかでライブ配信をやろうと思ってます。まあ、内容はまあいろいろちょっとね今後ちょっと練っていってまた近々発表させていただきます。まあそんなところですかね、5000人突破してのまあ感想と今後の展望っていう形でね。というわけでおマットさんでした。ここからは5000人達成記念としましてプレゼント企画のコーナーです。よー、今回ね5000人達成記念でねプレゼント企画もちろんやります。で前回4000人の時のね、プレゼント企画は抽選で20名様にプレゼントを差し上げるっていう内容だったんですけども、今回はね節目の5000人ということでね、なんと プレゼント全員に差し上げます。おー、これねどういうことかって言いますと、まあ、プレゼント企画に応募してくださった方全員にプレゼントを差し上げるっていう企画です。いやーこれ前代未聞じゃないですかね、このプレゼント企画。ただね、ただこれねちょっとねプレゼント企画の、まあ、ハードル、応募のハードルはちょっと高いです。これどうやって、プレゼント企画にね応募していただくかって言いますと、題して着物コーデプレゼント企画。おー、どういうこと？と思った方、これね皆さんのね素敵な着姿の着物コーデを送っていただくと、それで応募完了です。まあそれだけです。ただその応募していただくのが工房のね公式 LINE アカウントから応募してください。それも一つの条件です。工房の公式 LINE アカウントは概要欄に貼っておきますんで、登録がまだの方は登録していただいて、そこからプレゼント企画に応募してください。でまず皆さんの素敵な着物姿、お写真で撮ったね着物姿、写真を送ってください。全体が見える着物姿でお願いします。で横を言えば後ろ姿、まあ、お太鼓も見えるね、帯のお太鼓部分が見える後ろ姿もねもし撮ってありましたらそちらの写真も送ってください。まあ、2,3 枚あるとねありがたいです。で次にもう一つ、写真と一緒にその着物姿でどこにお出かけしたか、どういったシーンにその着物姿で出かけられたかっていうのもね一緒に添えてください。例えばまあお友達と食事会に行きましたとかね、もしくは呉服屋さんのパーティーにね参加した時の着物ですとかね、あとはまあ例えばちょっと買い物に行った時の着物姿とかね、まあいろいろそのシーンがあると思いますけれども、まあそういったどんな時にお召しになった着物姿っていうのもね添えてください。それと着物や帯、あと帯締め、帯揚げ、帯留め、半襟とかね、あとバッグとか、まあ、そういったコーディネートのね内容ですね。まあ、着物は例えば上田紬ですとか、帯は栗山工房さんの帯ですとかね、まあ、そういう内容ですね。どこのものとかね、例えばまあリサイクル着物屋さんで買ったものですとかね、まあ、作られた産地が分かればその産地のね名前とかも添えてください。あとコーデのポイント、例えばハロウィンパーティーに行く時のコーデだったんでちょっとかぼちゃのね帯留めつけてみましたみたいな、そういうコーデのポイントもね添えてください。それらを送っていただくと、もうそれで OK です。応募してくださった皆さんの着姿は後日プレゼント発表動画の時に一緒にご紹介させていただきます。でもちろん顔はねちゃんと映らないように加工しておきますんで大丈夫です。もうそれでもプレゼント、素敵なプレゼントを応募してくださった皆様に差し上げます。ですからぜひね皆さん素敵な着姿の写真、そして先ほどお伝えしたね着物コーデのポイント、このコーデでどこに出かけたかとか、あと着物のねまあ種類とかね、そういったのをね、まあ、添えていただいて応募してください。ぜひねたくさんの皆さんの、応募をお待ちしております。また概要欄にね詳しくその応募方法とか書いておきますんでね、そちらもまたご覧ください。ということで、今回は
チャンネル登録者数5000人達成記念としまして、感想や今後の展望、そしてプレゼント企画の、お知らせなどをさせていただきました。5000人達成しまして、これからもね、まあ、作り手目線で楽しんでいただきながらためになるようなね動画を、アップしたいと思っておりますので、ぜひ今後もお付き合いのほどよろしくお願いします。以上、伝統工芸士の小岩龍馬でした。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは染色の工程、着物の豆知識、着物業界の裏側など、作り手目線で着物に関するお役立ち情報を発信しています。よろしければチャンネル登録お願いします。